はい、こんにちは。今日は2021年の4月の10日です。リアルミージャパンがですね、4月8日についに公式ツイートに日本進出を発表しました。もともと中華スマホとしてですね、コストパフォーマンスに優れた製品として世界で注目されていますけれども、ついに日本上陸です。で、最初のですね、リアルミージャパンさんのツイートを見ますとですね、こちらになりますね。はじめまして、リアルミーです。スマートデバイスを扱うブランドです。これから私たちのことをたくさんお伝えしていきたいということでツイートされています。で、順次見ていきますと、ブランドスローガンが Dare to Leap ということで、臆することなく飛び越えるということで、若い世代のためのブランドというのが見えますね。Dare to Leap。もともとですね、OPPO のグループだったのですが、今は独立したですね、メーカーとして活躍されているということです。リアルミーは2018年にスカイリーによって設立されました。わずか2年でグローバルスマートフォン出荷台数第7位と急成長しています。その他にも様々なことを達成しました。5000万ユーザーを世界最速で達成しました。61の国と地域のマーケットに参入しています。ブランドの成長率では第1位です。設立から約2年半、特に日本でもですね、中華スマホの急成長株として注目されているリアルミーです。で、リアルミーは直訳すると本当の自分ですということで、毎日自分らしく自分が求めるようにと、こちらにあるスマートデバイス全体を扱っていると。スマートフォンだけでなくて、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、スマートテレビ、スマートスピーカー、スマートプラグ、電動歯ブラシまであるんですね。で、掃除家電もあり、スマートロックもあり、スマートバンドもあり、活動量計ですね。スマートスケールもあり、これは体脂肪計とか、ああいうものでしょうか。プロテクターもあり、スマートカメラもあり、カーチャージャーもあり、パワーバンク、これは充電池、バッテリーですね。これもあると。で、リアルミーというのは若者向けのデザインで有名なようですけれども、リアルミーデザインスタジオは彼らを筆頭にデザインを制作していますということで、このデザイナーの紹介になってますね。ブランドビジュアルデザイナーがエディ・オハラさん、プロダクトデザインディレクターが深澤直人さん、それからアートディレクターがジュゼ・レビーさん、こだわりのデザインは数多くの賞を獲得してきました。こちら3社の紹介ですね。デザインアワードハンターということで、これらのデザイン受賞してきていますと。リアルミーのデザインスタジオのアートディレクターさんのジュデ・レビーさんですけども、彼はかつてファッションハイブランドのエルメスで才能を発揮していたデザイナーさんです。リアルミーバズシリーズのデザインを手掛けて、このようなデザインを生み出しました。これも日本発売されるようですね。まず日本投入の製品ですけれども、ワイヤレスイヤホンのリアルミーバズエアープロですね。製品のポイントですけれども、ノイズキャンセリング機能がすごいと。それから 10mm のダイナミックドライバーで、結構大きなドライバーですね。最大25時間再生を実現していると。こちらになりますね。次に案内されているのが、手軽で高品質なワイヤレスイヤホンということで、3.6g の超軽量、それから最大20時間再生で 10mm ダイナミックドライバーということで結構大きいですね。デザイン性となおかつ手に届きやすい価格帯ということで、ワイヤレスをかっこよくということで、しかもお値段も手頃と。リアルミーバズワイヤレスプロ、スポーティーなネックバンド型イヤホンもリリースされます。最大のポイントは、これはノイズキャンセリング機能を搭載していますね。それから、13.6mm というさらに大きなドライバーを搭載しています。LDAC 対応の高音質ですね。で、さらに 33g と軽量と。で、運動時も快適ですね、ネックバンドです。こちら、ホームページの紹介ページになりますね。紹介ページですね。ネックバンド式のですね、ノイズキャンセリングイヤホンとして結構いいかもしれませんね。紛失の危険もですね、だいぶ少ないですね。
イヤホンの他にですね、こうしたスマートウォッチの扱いも始まるようです。発売は4月の15日ですかね。Amazon とかですね、楽天市場とか、そういうところで発売が始まるということで、待っていたいと思います。早めにですね、注目されているスマートフォンですね。こちらの上陸を皆さん待ってると思いますね。楽しみです。